ソフトな清涼感をあなたに、ペパーミントラジオのお時間です。お相手はペパーミントリーフのヒロシとマリとサトシです。よろしくお願いします。本日9月7日は、CM ソングの日ということで、これは昭和26年にラジオで初めてコマーシャルソングが流れた日ということで、こう流されたところが、小西六写真工業株式会社、現知ってますか？全然世代じゃない。とりあえず最後に言ってもらって違うかもしれない。私もちょっと今誰もリアルタイムじゃないと思うんですけど、現コニカミノルタっていう、ね、あ、やっぱり、はい、当たってた。え、あ、はい。カメラのね、コマーシャルの、はい、曲が、その商品名とか入ってる曲が初めてラジオで流れた日ということなんですが、なんか本当今でもこうね、あんまりラジオのコマーシャルソングもありますけど、まあ、テレビのコマーシャルソングなんかもあったりしますけど、そうですね。マリスさん、なんか印象深いというか思い出に残ってコマーシャル、ちょっと世代が、ね、すごい世代がね。しかも出身によるからこれご当地確かにになりそうな。ご当地もあるけど、でもほら、私ニューミュージック世代なんですよね。なんかニューミュージックっていうのが出た、太田圭一とか好きなんですよ。はいはい。だからなんか出前一丁とかあったんですけど、あ、あらようですか。うん、そうだ、地盛りは食べ盛りっていうのがあったんですよ。ごまの健康っていう、なんかその、はい、その次にあらよってくるんですけど。へー、うん、知りませんでした。太田圭一さんのコマーシャルソング。へえ、あ、それを大竹さんが歌ってた。歌ってた。へえ、あら、今はもうね、あらよってそこしか、そこしかないけどね。一曲というかあったんですね。そういうひろし君は私ですか。その先ほど佐藤さんがおっしゃられたそのご当地のやつっていうか、こうありますけど、こうちょっとこう、まあ、これもご当地 CM になるんですけど、山陰地方しか流れてないの、広島に来て初めて知ったんですけど、こうなんでしょうね、こう大、アニメーションなんですけど、大名行列が流れて、でこの殿様が乗ってる馬が最後に喋るシーンが、錦のお味噌じゃ知らないかっていうものすごい低い声で流れる CM があるんですけど、錦っていうメーカーさんなんで、なんかこう、そうですね、味噌。でも歌じゃないよね。いや歌ってるんですよ。あ、そうだ、そのこそこう子供が、みーやさんみーやさんみたいなのなんかあって、最後に馬が子供が錦のお味噌じゃ知らないかっていう、あ、決め台詞、決め台詞っていうのがちょっと調子も合わせつつみたいな、すごい、へえ、存在感というか、なんというかこう島根で癖になれてましたね。なんかサトシさん、そうですね、まあ、うん、ひろつくのとか、あ、知らない、小餅昆布、そう、知らない、うん、やっぱ広島ですよね。はい、そうですね、ちょっともう どこまでご当地でどこまで全国か全然わからないですよね、ですけど、あとなんだろうな、ライライライセンスとか、あ、まあ、ご当地だともう知ってる人が知ってる人が作ってたりするんですけど、ね、知り合いがね、そうですね。そう、私なんか CM ソング歌ったことあるんですよ。お、なんかご当地の総研ホームさんの CM ソングの、まあ、作ってないけど歌だけ入れさせてもらったことあるんですよ。へ、今はもう流れてる、あ、もう なんかそのシリーズがあるじゃないですか、そのなんか住宅メーカーってこうなんかの、なんだったかな、今売り出し中とか、うん、昔ちょっと前にきなりっていうなんかシリーズがあって、でなんかそのなんか三拍子の曲が、なんかきなりとか、なんかそういう、ちょっとYouTube で調べてみて、 ありそうですね、うん、結構好きなんですよ、ご当地 CM 調べる、あ、本当に、ちょっとペパーミントもなんかご当地 CM をなんかお声がかかったらやりたいですね。何やりたいですか。でもお好み焼きはもうなんかすごいもう決まってるからね、なんだったらいいかなって言いつつ、おたふくソースとかね、あ、ご当地ちょっと今いいですか、じゃあ、はい、
プレゼンのために歌ってもらって、あ、私が私くんが思いついたのかと思って、いや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 、お聞きのおたふくソースの社長じゃあね、社員の方々、ね、関係者の方々なんで、よろしくお願いします。あつあつニコニコおたふくソース、あ、めっちゃちゃんとしてるめっちゃちゃんとしてるダメいやいやいや、めっちゃちゃんとしてると思う。なんか良かったと思わない今のでこれ多分半年後とかにパクられてCM で流れてるあん時言ったよねあ、似てますねみたいななるほど。ペパーミントリーフの CM ソングをなんかちょっと考えて見てもらえませんか。ペパーミントリーフを宣伝するわけですか、うん、そうそうそう。タツシ君どうですか。マリーマリーマリーとサトシとヒロシえ、以上ですけど、ちょっと以上ですけど、どうぞ、出囃子っぽいかな、出囃子、全然ペパーミントリーフの名前言わないんで最近商品名言わない CM もあるからね。あ、さすがトレンドをねえ、なんだろうみたいなね気を引くっていう、さすがです、気を引く狙ったんねちょっとひろし君もちょっと浮かんだやつお願いしますよ。お願いしますよ。もうこれ誰が聞いてるか分かりませんから。そうそうそう、大体分かってるんですけど誰が聞いたか大体どなたが聞いてくださったか分かってるんですけど誰が聞いてるか分からないですからそうそう、例えば何の CM ソング、あ、ペッパーミントしますか。じゃあそうだね、ペッパーミント、ペッパーミント、そうですよ。へーよ。さあ放送事故にならないはいはい、パッともうもうパッ パッと、はい、ペペ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 ペはペパーミントのペ、ミはみんなのですよ、ですよ、ですよ、ペッ、あ、パッと飛ばした良くなかったペの後、ミでした。ちょっと、練ってきてもいいですか。リは続きやらせるあの、聞きたいの本当にやらせるだ最後まで行きましょうよ。ペ、パ、パです、ね、パ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 は、はい、パ、パイナップルのパ、はい、そうですね、パ、ミ、ん、ミ、ミはみんなのミ、はいはい、うんは、で、で、どうした。皆さん YouTube 閉じないでください、ね、最後まで頑張ってください。とは、すぐ思いつくよね。ねえ、もう好きなやつよ、好きなやつ。とは豆腐の豆腐、セパーミント、CM CM って入った CM 初めて聞いたね。新しい、斬新ですね。新しいね。ちょっともうあの黙っていいですか。じゃあこれをね、お聞きの皆さん、関係者の方々、いろんなコマーシャルに使っていただくか、あのペパーミントリーフの CM を作っていただくか。ね、おお、そこ。よろしくお願いします。すげえ、まさかの外注。作りたいという人がいたらぜひ作ってください。よろしくお願いします。そろそろお時間になりましたので、曲の方に行かせていただきたいと思います、はい、今日は街という曲を聴きながらお別れしたいと思います、この番組は毎週木曜日の夜7時にお送りしております。お相手はペパーミントリーフのヒロシとマリとサトシでした。ありがとうございました。